ですね、土曜日阪神11レース第30回アーリントンカップ G3 の対抗をしていただきます。よろしくお願いします。はい、アーリントンカップは芝 1600m の G3 ね、3歳戦、はい、まずもうここまで雨降ったらもう道ある実績ある馬ない馬っていうのはやっぱね、ちょっとキャリアが浅いから難しいんですけど、まあ、ホーアマゾンは、まあ、確かに未勝利勝ちは主での勝利なんですけど、その後のあのノジギグステークスとかデイリーハイ2歳ステークスって、スローからの用意どんどん競馬やったんですよ。そこで構想してるから、まあ、このメンバーでミチュアルがプラスに働くかどうかっていうのはちょっとだいぶ懐疑的に見てました。でも、まあ、その辺については川崎氏は何もレース後に言ってないんですけど、さらに良くなってくるっていう、まあ、言ったら対数面で弱さ残ってても勝ったわけですから、力つけてきたんやなっていうのはありますけど、ミチュアルが味方になったかどうかっていうのはちょっとなんとも言えん、でもむしろ逆にミチュアルが味方になってなくて勝手なやったら次の NHK マイル面白いですけどね。もともと切れる足がまあまああるんで、はい、言ったら前走の崩れとその前の2走の違いって何かって言ったら前半のペース全然違うんですよ。ノジギクステークスとデイリーハイっていうのはスローからの用意と、それに対して浅いハイはハイペースでいってるでしょ、だからそれを考えたらこの馬は持続力よりも瞬発力の方があるっていう読みができるんですよ。だからミチュアルがプラスになる、ミチュアルっていうのは持続力の方に働くベクトルなんで嫌なんすわ。だからミチュアルで未勝利勝ってるけどちょっと一番人気っていうのもあれやし、だいぶ難しかった。まあ、もっと言ったら2着のビッグバッカーはもっと難しいわ。だって2走前、道あるで負けてるわけやから、未勝利を負けてるわけやから、これは厳しいわ。で、あと、レイモンド・バローズも、前走を距離を専用に詰めたことが良かったっていう風なレースぶりや、ように見えたレースぶりなんで、今回距離が1600に伸びて、しかも道悪、4走前の不良馬場で無難には走ってますけど、言ったでこれも未勝利やし、1600に距離が伸びての道悪っていうのは買いづらい。だからこそその道あるがあんまりいいと思ってない馬たちがワンツースリー来てるってことは、これ本番につながります。NHK マイルカップ普通の状態で行われた東京の軽い芝じゃないですか、そっちの方がこれ上の3頭全部パフォーマンスレベル上がると思います。なのでこのレースは道あるで行われたから、両馬の NHK マイルカップとはリンクしないんじゃなくて、逆に注意。この見方なかなかできんと思います、だって道あるで走ってるから量やったらあかんやろってみんな思います、けど赤馬たちが走ったわけやから、それは楽しみになります。ピクシーナイトにしても、私はね、ピクシーナイトはね、前走を、言ったら意表を作って言い方あれですけど、鼻を切って競馬して、今回は、控える競馬を試してくると思ってましたけど、行きましたね。そうですね。いなかったっすかね。あんまり行く馬いなかったっすね。行こうとする馬がいなかったし、行っちゃったみたいな感じなんですかね。今回はね、控えると思ってんけどな、そうですね。本番に向けて、控える競馬してくると、もう賞金持ってるからね。でもレースプレーは悪くなかったけど、これも、道よりがプラスに働いたかマイナスに働いたか何とも言いづらい。この馬自体がこの馬でもあんまり消える足ないから、東京とか行った時はどうかと思いますね。あと崩れた馬たちはもうやっぱみんな道よりやと思いますね。例えば昇竜レーブとかグレイングリーンとかって専用ばっかり使ってたわけじゃないですか。市原の延長がどうかっていうところに道より加わって全然良さ出ずに負けてるし、あとジャスティン・カフェとかね、これが一番俺どっちかって言ったら、ミチュアルとしては買いたいなと思ってましたけど、でもやっぱこんだけ崩れるってことは、瞬発力勝負の前走の32秒5の方を特性として取るべきでしょうね。めっちゃ負けてるけどね。でもレース後の北村雄一騎手のコメント見たら、一度足を取られてバランスを崩してから一気にブレーキがかかる感じで、多分馬がやめたかもしれんね。この感じだったらね。馬が飲めって怖かったかもしれん。そういうのありますからね。なるほど。ジュリオにしてもそうでしょうね。ジュリオも、ここに相が両馬場で、道歩一回も経験なくて、今日は馬場が答えたってコメントしてますね。お答えいただきました。ありがとうございます。1539A さん。12から、10、15、18のワイドを買ってまさかの的中。いや、貧乏になんで少しだけ嫌ですよ。そんなことありません。どうもありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、いいじゃないですか。ね。10、12とかめっちゃつくでしょ。
9000ぐらい。おお、素晴らしい素晴らしい素晴らしい。すごっ。うん。おめでとうございます。これでもあれね、10、12って両方とも季節馬やね。ああ、うん、なるほど。うん、季節馬なんですよね。まあ、ちょっと変えんな。うん、まあ、このレースもそもそもあんまり勝負してないですけどね。うん。あれそう、あれそうですけど、難しいですね。難しいな。うん。だいぶ難しかった。うん。はい。はい、以上ですね。まあ、季節馬が2、3着来たっていうのはなかなか素晴らしい結果ですわ。だからそれが10、12なんでね、10番人気と7番人気やから、うん、まあ、すごいな。はい、以上です。はい、というわけで、はい、第30回アリンドカップの開講でした。ありがとうございます。